こんにちは、八代あかねです。今回はなんと神博2024のメインビジュアル担当、大人気イラストレーターのビワンさんとのインタビュー企画になります。神博のこのメインビジュアルを担当されたということで、こちらのメインビジュアルの制作秘話や、神博のね、このメインビジュアルを使ったオフィシャルグッズ、そしてオビワンさんのブースで販売される新作などのグッズ情報についていろいろお伺いしていきたいと思います。今回ね、 X の方で皆さんからオビワンさんに聞いてみたいことを募集させていただいたんですけれども、ツイートしてね、質問してくださった方や DM 送ってくださった方、ありがとうございました。お時間の関係で質問は少し絞らせていただいたんですけれども、3月15日からのね、神博開催に向けて神博をより楽しめる情報を詰まっております。今回初めて Zoom を使ってのインタビュー企画ということでね、画像と音声が多少乱れているところがあります。編集でね、テロップをつけたり見やすいように一生懸命頑張りましたので、よかったら最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではインタビュー企画スタートです。はい、というわけで今回はゲストに今期神博のメインビジュアルを担当されているオビワンさんにお越しいただきました。オビワンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。オビワンです。神博のメインビジュアルですよ。ありがとうございます。オビワンさんの夢の一つだったんですね。一番最初にこうレトロ郵便というグッズを作り始めた時から、はい、神博にいつか出展したいっていうのは ありまして、うん、その神博に出れたっていうのと、そのビジュアルが描けたっていうことで、まあ自分の中の夢が、夢というか、はい、目標が一個叶ったみたいな。そうですね、目標がですね、はい、一つ叶ったなって思っております。ありがとうございます。本当にすごいですよね。オビワンさんのその活動歴っていうか、今までのその簡単なお仕事内容とか、はい、今までのこう出展とか、そういうのって教えていただけますか？そうですね、今はグラフィックデザイナーとイラストレーターとして活動させていただいておりまして、一応あの謎解きの、はい、制作会社の民泊デザイナーとして働いております、はい、でその一方で個人の活動としてクライアントワークを中心に仕事をしていたり、レトロ郵便のようなこのグッズっていうのをこう神博とかデザインフェスタとかっていうところに出展してくるって感じで、いろいろとあの幅広くというか、うん、やらさせていただいて。今も勤めてらっしゃるんですか？はい、今もやってます。そうなんですね。そうなんですよ。そこの会社がまあこう副業というか、個人の活動も応援してくれる会社なので、はい、こう半分はこう自分の好きなお仕事、クライアントさんの仕事をやらせてもらったりとか、うん、グッズを出したりとか、うん、で半分は会社のインハウスデザイナーとして普段はこう働いてるっていう感じ。もうでもめちゃくちゃ忙しいですよね。そしたらそうですね、はい、忙しくさせて、はい、いただいております。特にこんな神博とかデザフェスとかそういう大きいイベントの時なんて、はい、会社どころじゃないじゃないですか。いや、まあ、いやそんなことないです。あのまずはその基本的には会社の仕事をさせてもらって、うん、はい、では一日の中で自分の中で区切って、夜はこう自分の個人の仕事だったりグッズ作ってるっていう感じで、なんでこう完全にフリーランスでやられてる方よりも個人の仕事っていうのはこう数はどうしても少なくなっちゃいますね。こう会社の仕事もやってるので、なんかこうたくさんはやれてないっていうのはあるんですけど、まあ、いやと言いつつすごい新作出すじゃないですか。そうですね、毎回すごい数の新作種類も出してくださって、はい、びっくりしてますね。ありがとうございます。そうですね、各イベントで一つこう、うん、目玉となるようなアイテムはこう作ろうと思ってて、何も新しいものを出さないでこうイベントに参加するってことはあんまりなくて、あ、はい、自分が出展するイベントだったらこう必ず新しいものを出してみたいな。で特にこう今回の神博はビジュアルも夢であったこうビジュアルもやらせてもらえたんで、結構こう思い、はい、がっつりと。これメインビジュアルって作るのにどれぐらいの期間かかったんですか？はい、そうですね、この実
際に制作してる時間っていうのはそんなに、ラフ案1週間2週間ぐらいかかって、で、こう、清書する本番用に書いていくっていうのも、だいたい1週間から2週間くらいなんですけど、はい、その間に、どちらかというと、こう、神百をやられてるのが手紙書さんなので、手紙書さんの方とどういうビジュアルにしていこうかっていう、こう、打ち合わせをする時間だったりとか、はい、あとはその、どういうビジュアルを作るかっていう、こう、コンセプトを考えるところ、ここが結構やっぱ一番時間がかかって、いて、はい、この期間を含めるとめちゃくちゃ長いんですけど、実際にこう作業し始めたってなると、まあ、1ヶ月とか2ヶ月くらいでこう作ってるって感じですかね。ああ、なんかやっぱ考えるところが一番時間かかるんですね。そうですね。ビジュアルやってくれませんかって言われた瞬間から案件がスタートするとなると、めちゃくちゃ長い期間やってますね。1年とか、はい、そんなもんですか。そこまで半年ぐらい。半年ぐらい、ね、で僕が9月の神百が一番最初なんですけど、その出展する前にお声掛けいただいたんで、はい、自分がまだ出展者側として、そうなんですよ、神百に出る前にビジュアル書いてくださいって言われたんで。あ、そうだったんですね。はい、あ、じゃあ前回出られてた時にはもう次のビジュアルをやることが決定してたってことですよね。そうです、そうです、そうです。そうだったんですね、はい、そうなんです。なんかすごい不思議な感覚で。そうですよね。大丈夫かなって思ったら不安ではあったんですけど。へー、はい、あのコンセプト、その今回はね、神博ランド的な感じじゃないですか。そうですね、テーマパークみたいな、はい、ですよね。 あれっていうのも全部その自由にテーマを決めてよかったんですか、それともその神博さんの方から、はい、今回のテーマは遊園地ですみたいな感じで言われる、うん、あ、基本的には全て制作者側に委ねるっていうスタンスで、はい、あのコンセプトになったのは、僕はもともと来場者として神博ずっと好きだったんで、はい、出たのと。あ、そうなんですね、うん、はい、そうなんですよ。で、まあ、やっぱすごいじゃないですか、神博の熱っていうのが、うん、そうですよね、僕にとっては結構お祭り感があるイベントだなと思っていて、うんうんうん、で、まず神博のビジュアルは決まって、で、そこから自分でこういざ出展者側になって参加した時に、うん、こうよりそれをこう強く感じたんですよね、うん、自分のアイテムのためにこうたくさんの方が並んで並んでいただいたりとか、はい、見ていただいたりとかっていうのとか、あとはその、ね、テーマパークのお土産売り場みたいな、言っていいのか分かんないですけど、ディズニーランドのお土産売り場みたいになるじゃないですか、はい、ありますね。あの雰囲気がやっぱ好き、すごい好きで、あのわちゃわちゃ感と紙物の融合みたいなのをずっと考えていたんですね、うんうん、で、まあ、その中でこういくつかテーマがあって、まあ、遊園地も、はい、あって、まあ、あとサーカスとかだったり、はい、あとは本当に文化祭とかお祭りみたいなテーマでいろいろと考えていて、でいくつかラフ案を書いて担当者の方といろいろと打ち合わせさせていただいて、じゃあ今回は遊園地にしましょうみたいな感じで、はい、僕のアイデアと、まあ、手紙書さんのアイデアをこうミックスさせてすり合わせて、あ、なるほど、制作させてもらったって感じですね、はい、じゃあ何個かその、まあ、ボツになったというか、その今回は採用されなかったけど、はい、全然違うアイデアとかもあったりはしたんですか。あります、あります、あります、逆に超気になるあのトークライブでは見せたりもしてるんで、お見せできるかもしれないです今見えてますかね。あ、見えてます。はい、右側の方がこう決まったラフというか、そうですよね、ほぼほぼ今の見たことあるっていう実はこう左の方もあって、これはもうどっちかっていうと賑やかな雰囲気とその紙物を融合させたっていう感じで、その下に動物が並んでこうポストに順番に入れていってるんですけど、これを神博に訪れている来場者に見立てて、もうみんなこう紙物を目指してこうやってくるね、なんかワクワク感みたいなのを表現してるって感じ、うんうん、なんか友達と一緒に買い物に行くワクワク感って感じがしますそうそう、左が、はい、かわいい。遊園地みたいなテーマは特になく、うん、後ろが全部文具っていう感じですよね。そういうことです。背景が動物の融合みたいな感じで、うん、このウサギとかは結構爆買いをしてるような人を連想させるのが、うん、そうですよね、はい、でもだってワゴンカー持ってきてますもんねそういった雰囲気でやっていて、まあ、他にもまあサーカスみたいなのもあったんですけど、それはちょっとお見せするのが難しい、ちょっと難しい。ああ、わかりました、はい、でもすごい。そうか、なんかこっち側も欲しいですね、裏表でこう作ってそうですよね、なんか赤と緑で分けたっていう、うん、
イメージもあって、ね、この左がもし採用されたら赤いビジュアルになってたと思うかなと思います。でこのシーリングワックス部分が白押しになってたんですか？そうですね、あの紙白さんのフライヤーで言ったら うん、そこが白になったかもしれない、ね、いや今回でも初めてですよ、あのフライヤーに白押し。そうですよね、すごい豪華と思って多分どえらい金額変わると思う、箔がちょっとでも入れば。そうですよね、はい、印刷してる側からすると大体どれくらいかっていうのが分かるんで、うん、値段設定いやこれはただでもらえる箔って結構いやそうだそうなんですよねいいよなって思いました。はい、ありがとうございます。いやなんかレアなものを見せていただいた感じが、はい、そうですね、まあ、なんかトークライブでもあれはちょっと見てもらってみたいな感じで、うん、でまあ最終あの2つになったっていう感じですかね、うんうん、で最終的に遊園地っていうテーマになって、うん、それだけで出すのがちょっと不安な部分もあったんで、まあ、あれのこう何もテーマパークとかサーカスとかなんかそういうテーマがないものと紙物のやつをこう出したっていう感じですね。こう選択してもらえるようにこう2つ最後出したっていう感じで。ああなるほど、はい、いやどっちも良かったですけど、はい、まあやっぱり遊園地だともうパッと見あ遊園地だって分かるんですごい、まあ、スッと入ってきますよね、楽しい感じが。うん、はい、まあ、こうちょっとデザイン的な話になるんですけど、うん、やっぱこう1つ出すよりも、まあ、2つ3つ出した方が選ぶ側としては、うんうん、なんかこうすごい変な話がこうカットしていただいてもいいんですけど要はあの遊園地を選んでもらうための提案、まあ、わかります、あの不動産屋さんとかでもありますよねこの物件を選んでもらうために別の捨て物件を見せるみたいな、はい、それと同じで僕の一押しのやつは遊園地だったんで、正直その遊園地を選んでもらうためにこう何もないやつも一応作ってみた、うん、まあましたよみたいな。なるほど、やっぱ遊園地かわいいっすよねみたいな感じの見せ方をさせてもらったっていう感じ、うんうん、いやさすがです、さすがですはい、まあ、デザインの仕事をしてるんで、うん、2案3案っていうのはこうマストで作るんで、いろいろとそういうところを頑張ってやってみましたっていう感じです。はい、なるほど、いずれあの選ばれなかった方のお買い物動物たちの図案は何か商品になったりしたりはしますかいいっすよね、あれもこう並んでるやつも。でもまあキツネとパンダは採用されてて、ウサギが、はい、爆買い、いないと思って。そうなんですよ、爆買いウサギだけいなくて、うん、なんか特に不採用になった理由はないんですけど、あ、そうなんです、なんとなく、うん、そうですね、優先順位的に、はい、確かに遊園地だと爆買いウサギはちょっとおかしいですね。いろいろあってあの動物たちにしましたね、あのビジュアルも。はい、あれ最終案なんですよね、あの2つって。そうですね、あの2つを最後こう見てもらってみたいな感じですかね。全部で言うと 何案ぐらい書いたんですか？あ、でも4、お見せしてるのは3とかかもしれないですね。でも自分の方で見せてないやつでラフと呼べるかみたいなところはあるんで、自分の中で選出してこうこれとこれとこれ3つ残してみたいな、書いてみてみたいな。そうですね、そんな感じなんで5とかぐらいかなっていう感じですかね、うん、はい、すごいなって思います本当に。私一切絵が描けない人間なんで、その案が出てくること自体がすごいなって、もういつもいろんなデザインを拝見して思いますね。ありがとうございます。この案出しが一番大変というか、うん、一番難しいですね、やっぱり。ですよね、まあ、0から1を生み出すところですもんね。そうですね、うん、でこうラフ案までがこう一番自分の中で重きを置いてるというか、あの、うん、さっきお見せしたぐらいの書き込みというか、はい、あそこでこうバシッと決まればもうあとはこれをこう綺麗に描いていくってだけなんで、はい、気持ち的には結構楽になるんですよね、うん、あそこまでが一番大変みたいな。ゼロから生むのはね絶対難しいことだと思うんで本当すごいと思います。いやいやそんなことないです、いろんなこうインプットというかいろんなものを見てって感じですかね。うん、でも今回そのメインビジュアルを担当されたことによって紙箔オフィシャルグッズとしてもコースターとステッカーとか、はい、あと、マスキングテープ、マスキングテープありますよ、見ます、あります、見せてくださいって、はい、これがあのメインのトートバッグで、かわいい、これがノート、これが、はい、あのスタンプラリーをやって、はい、全部スタンプを見つけた方にお配りしていた、あの今回あのスタンプラリーって書いてあったのは、はい、あれは本当にスタンプラリーなんですか、それともいつもみたいにスタンプさんを探せなんですか？神戸の方は会場の何か所かに本当にスタンプ台みたいな感じで置いてあって、あ、はい、そこでスタンプを押してパンフレットに
してるんで、はい、それをこう何個か見つけたら、あの受付とかのところに持っていくと最後のスタンプを押してもらって、はい、それで確か引き換えだったと思います。そうなんですね。あのいつもスタンプさんを探せで、あの、はいはい、もうスタンプさんが全然使わないんですよいつも。だからもう本当にあれ探すの大変だし、はい、もう探してもお昼にはもうあの特典終わっちゃってるんですよ。ああ、なるほど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 。だからもう今回もすぐなくなっちゃうからな、スタンプさん見つけられないかもって思ってたんですけど、スタンプ台が動かないだけでだいぶ多分楽。そうですね。僕が2時ぐらい1時半ぐらいに行ったんですけど、神戸の会で、はい、その時はまだ残ってたんでノートも。あ、そうなんですね。はい、東京はどうなるか分かんないですけど、ちなみに東京と柄違うんです、神戸と東京違うんですよ。あ、ノート。あ、そうなんですか、はい、え、日にちで違うんじゃなくて会場で違います。あ、じゃあ逆に3日間全部行って全部スタンプやっても3冊同じ柄のノートになる。あ、多分そうだと思います。はい、そうなんですね。じゃあ3日間行くと、まあ、最低でも1日どこかでゲットできれば、まあ、手には入るって。あ、そうですね、そうですね。多分確実何個っていう感じだと思います。なるほど。いや、それ結構大事です。そうですね。会場でまたちょっと柄が違うっていうのも。いつもシールさんを探せとか、そのスタンプさんを探せ系の景品って、はい、あの、はい、確実柄が違うんですよ。おお、そうなんですね。そうだ、1日目と2日目で柄が違うから、だから絶対ゲットしたかったんですけど、はいはいはい、なるほど。それでもダメで、やっぱり。だから同じ柄なんだったらちょっとハードルは下がる。そうですよね、うん、そうですよね。なんかそういうのがあったのかもしれないですね。いや、3日間柄が違うって結構なかなかハードル高いですよね。いや、そうそうそうですよね。全部もらわないとコンプできないんで。でも今回神戸の方のスタンプは絶対東京の人手に入れにくいし、神戸の人は逆に東京の手に入れにくいんで、すごい悲しい。あとはグッズっていうと、あとこのマスキングテープ。あ、はい。これは、太い幅。25ミリじゃないですかね、多分この幅。25でしたっけ ?24 か。どっちかかと思いますけど、結構太めの、はい、うんうん、幅のマスキングテープです。いやー。これもね、結構可愛いです。自分がデザインしたっていうか、このオフィシャルグッズに関しては、1点だけ僕デザインしたやつがあって、タイムカプセルなんちゃらっていうグッズがあって、それで63円の、うん、郵便切手を作ったんですけど、うん、それは僕デザインしてるんですけど、はい、実はそれ以外は僕がアートをお渡しして紙箔のデザイナーさんが作ってる。ああ、なるほど。イラスト部分だけはオビワンさんが描かれてるけど、はい、その配置とかっていうのは紙箔の方がやられてるってこと。そうですね。で、僕が見て、あ、大丈夫です、お願いしますって感じで。本当は全部やりたいんですけど、すごいたくさんの数を作ってくれたので、ちょっととてもじゃないですけど、ちょっと自分の方ではできなくて、自分のグッズも作んなきゃいけなかったんです。そうですね。なんでこう、じゃあ お願いしますみたいな感じ。でもすごい、なんか自分ではなかなかやらないようなレイアウトとか、うんうん、アートの使い方とかをしてくれるんで、僕は結構新鮮で楽しかったですね、こう見てて。今回グッズ多いですよね、オフィシャルグッズ。そうですよね。なんか いつもより多いと思いますね。あと9時になってるんですよね。コースターとステッカーのやつですよね。そうです、ラッキー9時っていうのは。はい、あとちょっとお菓子は多分もう食べちゃった。あのクッキーのやつ。そうです、お菓子があって、メインビジュアルのシールが貼ってあるクッキーの。そうです、そうです。あとその切手。あ、はい、手のセット。あ、このね、63円切手があるんですけど、はい、これとこの猫の63円、はい、これは自分が唯一オフィシャルの中でデザインしたアイテムで、へ、それ以外の、はい、このパンダとか84円切手がこうあるんですけど、うん、これは紙箔の方にデザインしていただいていて、うんうんうん、こういう切手も販売されてましたね。うん、あとポストカードも販売されてました、ね。はい、ポストカード、はい、かわいい。はい、できたやつで、まあ、東京だとまた柄が違ったりする、最初にもらえるハンコも、ね、うん、はい、3つ違って。あとノートも柄が違うはず。マステは一緒。マステは多分一緒です。はい。このデザインしか見ていないので、おそらくこれだけの。いやー、楽しみ。いや僕ももらって、あ、こんなに作ってくれたんだと思って、パンパンになって帰ってきましたね。
出していただけなのに得たものが多くて、自分もいろんなアーティストの方のやつも買ったんで、お買い物楽しまれたんですか？はい、はい、してもらいました。自分が出店者で出てるとどうしても買いに行く時間がないんで、そうですよね、そうですよね。あれいつも思うんですけど、もう本当トイレ休憩とかも大変ですよね。そうなんですよ。あれはね、前回は2人でやったんですけど、奥の妻と2人でやったんですけど、はい、本当にトイレ行く時間がなかなか取れないぐらいの列ができまして、うん、本当に月を見てというか、ちょっと落ち着いた時にもうちょっとこう レジの進みが遅くなってもいいから、どっちか交代で行くみたいな感じでしたね、うん、ただ今回はもう一人友人に手伝ってもらえるので、はい、まあ、3日間3人で回すっていう感じになるかなと、はい、なので前よりちょっとご迷惑をおかけするのは少し緩和されるのかなって。ああ、いや、でも今回メインビジュアルなんで、並ぶ人も倍ぐらいかも。どうなんすかね、もともと2日間じゃないですか。はい、で、2日間来てた方が3日間にばらけるから、なんかもしかしたら。いや、でもだって私3日行きますもん。3日間行きますもん。なかなかの強者ですよ。いや、行ける方は3日間行きますよ。スタンプが。スタンプ違うもん。そうですね、実質、そうですよね。スタンプ代が入ってくると思ったら、なんか数百円で行ってるみたいな感じっちゃ感じですもんね。あ、まあまあ、そうですね。うん。え、はい、なるほど。今まで上白行ってる方は、同じ多分意見をお持ちだと思うんですけど、一日じゃ絶対足りないんですよ。そうですね。そう、一日じゃ絶対網羅できないから、今まで二日しかなかったから、二日行って、はいはい、まあ、満足って感じだったけど、やっぱり3日あると3日目はもう本当にくまなく見れるから。ああ、なるほどなるほど、うん、だから予定がない人は絶対3日間参加したくなると思う、ね、なるほどですね。あとはこう平日が挟まるじゃないですか、今回金曜日という。あ、そうですね。それ、はい、それでなんかこう普段土日がお仕事になっちゃっていけない人とか向けてもなんかこうできてるのかなと思ったんで、うんうん、そうですね、金曜日ですね、はい、そうですね。なんなら有給取って3連休みたいな人も多いと思うし。どうですかね、なんか来てもらえると嬉しいですけどね、本当に。いや、もう有給取るならここしかないぐらいの勢いだと。もやしろさんのあの動画でも言ってくれてましたけど、はい、やっぱりですね、こう来てくれるのかなっていう不安はあるんですよね。いやー、もう大丈夫かなっていう。いや、本当ですよ、あります、あります。前回の上白のような状態とか、あのレザフェスでの状態を見てもまだ不安ですか？うん、僕はそうですね、結構不安症というか、そうですね、なんか大丈夫かなって思いますね。ある日突然パタッと誰も来なくなるみたいなことが、そうですね。だからこう常に調子に乗らずに、こう調子に乗らずっていうか、こう自分に思ってはいけないなというか、してもらえるような仕掛けをこういろいろこう作る、まあ、それでこう新しいいいアイテムが生まれるっていうモチベーションにはなってるかもしれないですね、うんうん、こういうの作ったら買いに来てくれるかなみたいな、あ、いう気持ちではいるかもしれない。あ、はい、あ、なるほど。でもなんかオビワンさんのそのお人柄が作品にすごい現れてると思う、うん、私すごいそう感じます。なんかすごいなんか偉そうなこと言ってたんですけど、なんかすごいなんかあのレトロで可愛いそのイラストの中になんか優しさも入ってる感じがすごい感じるんですよ。そうですかね。いや、それがすごい好きで、だってね、このね、餃子ポーチの顔とかもめっちゃなんか優しい顔してるじゃないですか。そうですよ、自分にないものをこう落としてます、落とし込んでるかもしれないです、作品に。なんか見た目がちょっとあれなんで。いや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 、もうこの口元とかすごいオビワンさんにそっくりですよ、とか。ニコっていう感じ。その餃子ポーチも紙箔で、うんうん、あのそれビッグは出ないんですけど、はい、その中にちっちゃいのあるじゃないですか。はい、あります、ミニ餃子。餃子ミニ餃子、そのポーチだけ少しこうストックがあるんで、だからそれだけを販売しようかな、まだ確定じゃないですけど、ほぼほぼ、ね、販売しようかなと思ってます。ミニだけ、これすごくいいですよ。これすごい開くんでめっちゃ取り出しやすいし、はい、この大きさにしてはめっちゃ入りますもんね。はい、本当に餃子の皮と同じですよね。そんだけ広がって。そう。開き方が、だって全開ですよ、これ。帽子になるぐらい全部開くから。すごい。そう。うん。これも、うん、販売するかもしれないです。うん、販売。いやー、餃子ポーチ、もう頑張りましたもん、これ。食べるために。
いやー、めちゃくちゃ早かったっすよね、並んでたの。で、デザフェスで。え、でもなんかそれでも私3人のお客さんかなんかあったんですよね。はい、あ、そうですね。私よりつわものがいると思って。そういうことを考えると、なんかその限定アイテムってどうなんだろうなって思っちゃったんですよね。その並びを見たときに。ああ、まあ並んで買えなかった人が出ると結構辛いですよね、売る側も。はい。やっぱいたんで、何人か。やっぱり何人か結構いたんですよね。午後とか来て、餃子もないですよね、じゃあ。ないですね、みたいな。ああ、そうなんですね。普通に来て買えないのはちょっとかわいそうだなって。うん。だからまあ展示会とかやった時に、こういうのは、出すのはいいかもなって思いますね。あ、そうですよね。うん。はい、まあ、紙博とかもデザフェスとかはもう人数もすごいですしね。ちなみに今回のその紙博で出されるやつで限定とか、はい、もうこれはちょっと数が少ないみたいなのとかってあります、はい、それで言うと、まあ、前回と同じなんですけど、うん、このテバーセットは少ない、少ないというか。切ってば、切ってばね。これ前回のがこの超、はい、あ、そうそう。超かっこいいやつ。はい。ヤシロさんの YouTube 見させてもらいました、ライブを。ありがとうございます。台紙がでかいと。あ、そうそう。そうなんですよ。台紙がでかいと。そう、ライブでね、皆さんと一緒に喋ってる中で、はい、この台紙がちょっと大きくて、折れ曲がっちゃうのがもったいないっていう話をね、させていただいてたら、はい、オビワンさんがそれを聞いてくださってたんですよ。はい。っていうこともあったんで、ね、うんうん、今回は2つ折りの台紙にしました。いやー、素晴らしい。はい、全面箔の表紙になってて、うん、そうですよね、今ピカピカしてた、はい、めちゃくちゃ豪華な作りになってます。あー、うわー、すごい、光ってる。はい、この紙とかも全部こう金、そうですよね、でやらせてもらっていて、すごい。そうですね、まあ、前回と同じようなデザインで切ってバーってなって、うん、で今回が、グリーンがちょっとテーマだったんで、自分の中で、はい、あ、緑色のアイテムにしていて、で、中にこう、ちょっと見えるかな。16枚。かわいい。はい。ラインナップ的にはこんな感じになっていて。いやー、かわいい。はい。表が全面、白とグリーンをこう、基調にした。はい。結構気に入ってるビジュアルにはなってるんですけど、それと、こう、中身が、前回と同じで16種類の8種類色違いの箔でかける2で16種類の、うんうん、あとはそのおまけシールっていうのがついてきます。はい、ワンダーチケット。この、そうですね。おまけシールの方がこのワンダーチケットになってて、プリズム箔みたいなのを使っています。はい。で、あとはこの今回全て新しい新作のこう切手が入ってるって感じですね、うん。これのコンプリートセットがちょっと、これもね、あの、一個一個こう切手を内職で貼っていくので、これがなかなかの内職で。そうなんですよね。はい。なので、そんなに数は用意できないって感じです、ね。もう ライブ配信でその内職をどう減らすかっていうのもみんなで考えましたそうなんですよね。で、あの、いいアイデアを聞いてって、その、台紙だけ渡すみたいな。あ、そうです、はい。自分で貼ればいいっていう。そうですね。確かにいいなと思ったんですけど、うん、思ったんですけど、一旦今回はこれにして、うんうんうん、また次回ちょっといろいろと皆さんのご感想を聞きながら、ちょっと変えていこうかなっていう。ただね、持ち運びはめちゃくちゃいいなと思います。そうですよね。これって、これの半分ですか？いや、もっとちっちゃいです。もっとちっちゃいんだ。はい。それが B4 サイズぐらいなんで、B4 サイズよりちょっと変形させてるんですけど、長さは。ただこれ、この折った状態だと A5 サイズなんで。あ、だいぶ、すごい楽ですね。はい、広げて A4 サイズで閉じて A5 なんで、本当にこうファイルにスッて入れといてもらえれば、あ、はい、なるほどなるほど、いや折りたたみで、はい、すごい。このキャラメル、はい、マズイヤキャラメルのキャラメルの表紙のデザインがあるんですけど、はい、これめっちゃ可愛いです。可愛い。10円10円って書いてある。10円って書いてある。これは10円ではないんです。え、もちろん。あとこのスペースキャットもすごい可愛いですね。スペースキャットのこのプリズム箔すごい可愛いですね。宇宙っぽくて、はい、うんうん、すごくいい感じになってます。これも結構おすすめですね。あとは、このキツネも今回の紙箔のビジュアルから参戦してるキャラクターなので、これも結構おすすめですかね。はい。箔がやっぱすごい豪華ですね。そうですね、うん。一応結構いろんな種類の、まあ被ってる箔もあるんですけど、いろいろ数多く箔は使用してるんで。でもここから見てもピカピカしてますもん。そうですね、そうですね。まあ、それをこう、信用堂さんっていう会社さんにいつも作ってもらってるんですけど、うん、すごい
いいですね。いいですよね。クオリティがめちゃくちゃいい。はい。素晴らしいです。素敵ですもん。これはあんまり数がないと。で、そうですね。でもそんな餃子ポーチみたいな少なさではなく、ちゃんと普通に朝来てもらえたら買えるっていう感じではあると。あ、なるほど。はい、3日間全部の日で用意してくださってる。はい。そうですね。一応全部商品に関しては確実在庫は用意してます。新作に関しては、はい、新作は用意してます。はい。はい。なるほど。で、前回若干本当に数十枚、まあ多いので100枚とか残ってる切手があって、はい、前回の切手バーの第1弾の方、はい、それの在庫が少しあるので、それも一応出します。はい、1個ずつ選べる切手バーのところに、ね。そうですね。はい。出します。ただそれは確実の在庫ではなくて、もう出し切りになっちゃうんで、1日目売り、はい、売れちゃったらないっていう感じです。まあ、メインはこれではないんですけどね。あ、あれですよね。メインは、はい、今回は、クッキー缶を、スプーベニア缶を作りました。イエーイ。はい。やっちゃいましたね、缶も。はい。いや、前回の真夜中百貨店の紙の箱、はい、あれもすごい素敵で、うん、もう大満足の中身も豪華でっていう感じだったんですけど、もう缶来ちゃったと思いましたね、それ見たとき。いや、そうですね。なんか年末のインスタライブの時に、はい、やっぱ缶作りたいなって言って、見てくださってる方の反応も、いや、缶欲しいなっていうことだったんで、いや、これはもう缶を作ろうって思って、で年末からこう本格的にこう缶をいろいろ調べたんですけど、うん、やっぱり一番本当は作りたかったのはエンボス缶なんですよね。こうイラストに合わせてこうボコ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 缶出してる。どうやら3000缶作らなきゃいけないらしいですね。最低でも。3000無理で、はい、3000缶となると多分僕の家がほぼほぼ缶で埋まってしまうぐらいの大きさになるので、そっか、ちょっと個人では多分売ろうと思えば、オビワンさんなら全然売れるとは思うんですけど、確かその一回まず到着した時に家が缶で埋まるっていうのはやばいです。缶、ね、はい、に住むということになるので、それちょっと無理。はい。なんで、ただ、まあちょっとシルク印刷で2色で、この、今回の緑と、あとサーモンピンクみたいな2色を使って、まあ、どうにか自分の満足するクオリティまで持っていけないかなっていうのをいろいろと考えて、ちょっと作らせてもらいました。うん。いやー、その色合いもすごいレトロな感じがあって、淡くていいなって。はい、うん、このピンクの色をこう、うんうん、いいものにするために2回ほど色粉を取りまして、あ、そうなんですね。はい、結構大変というかビリビリでしたね、はい、うん、自分の満足する絶妙な色までちょっと持っていけたので、うんうん、結構個人的にはかなり思い入れのある気分になってますね。いやー、いや、早く手に取りたい、はい、ただ缶に印刷しただけでしょって感じなんですけど、いや、いろいろ頑張りました、はい、いやー、もうすごいもう傑作だと思いますよ、これ。で、なんかこのさっきの切手バーのところにも入ってたんですけど、ワンダーチケット、これも、うん、はい、これも実はワンダーチケットがついてて、はい、勇気を出してこれちってこうちぎってもらって開けるためにはこれちぎらなきゃいけないっていうのをテーマにしてるんですけど、なるほど、まあ、そーっと下から開ければ開けられるんで、あ、なるほど、チケットもぎりみたいなね。そうですね、こうもぎってもらってこのテーマパークの中に入るみたいな、なるほど、はい、っていうなんかテーマみたいなのを持たせましたね、うん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 、でこれ紙箔のメインビジュアルを使ってるんですけど、紙箔とはこう一切どこにも書いてなくて、実は、はい、ペーパーワンダーランドっていう、うん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 、名前にしてるんですけども、まあ、一応紙箔の、ビジュアルなんですけど、まあ、それとはちょっと別の本当にこういうテーマパークがあったらいいなみたいな感じで作ってるアートを使ってこうそのテーマパークを表してるんで、うん、はい、またちょっと違ったアイテムだったりします。なんでこれのビジュアルには実は文房具だけのイラストって一個も描いてなくて、あ、動物、そうなんですね、はい、動物と文具のアトラクションだけしか書いてなくて、はい、で作ってるアイテムの中にも文具だけのイラスト、例えばインクとか切手とかっていうだけの柄っていうのは存在しないんですよね。なるほど。そういうちょっとした変なこだわりなんですけど、そこだけはちょっと本当にスーベニア缶っていう一応名前で販売しようと思ってるんですけど、うん、テーマパークのお土産クッキー缶みたいなことですね。クッキー缶だけど中にはクッキーは入ってないはい、入ってないですね、はい、ね、いつかね本当にクッキー入れたいなと思うんですけど、これは入れてないですで、中身がまずはさっきの切手バーにも入っていたこのツバメの切手、はい、これも色違いで、そうですね、赤で見づらい、赤のツバメに今金の箔で切手が
つ。なんか縁起が良さそうです、はい、あ、そうですね、なんか本当にちょっと和風オリンピックみたいな昔のオリンピックみたいな、はい、うん、日本を感じる感じではありますかね、はい、あとはめちゃくちゃ豪華なこの全面白押しフード、これは結構豪華です。アトラクションのこうなんかイラストをメインにした白押しの、はい、いいですね、ちょっと大人っぽい感じもする。そうですね、うん、それが5枚入ってるフードが、はい、であとはアトラクションメモシみたいなのがあって、各アトラクションの形に大加工されたこうメモの紙があって、はいはい、裏面がこう形成になってて、表はそのアトラクションのイラストになってるんですけど、超かわいい、これがちょっと映像だと絶対伝わらないんですけど、この、はい、実は金のインクを使っていて、白ではないんですけど、金の特色を使ってるんで、すごいこう金の部分だけちょっと光沢があるっていう感じですかね、うん、へえ、本当に金の色を使ってるっていう感じです、ね、インク、へえ、はい、っていうのがその各アトラクション分あるっていう感じですね。へえ、かわいい、はい、地球だったりとか、いや、かわいいな、またこう、あー、メリーゴーランド、で全部マスの線と罫線が入ってるっていう、はい、でメモとして使いやすい、そうですね、はい、4つのアトラクションが10枚ずつのメモの紙が入ってるって感じ。10枚も入ってるんですね。はい、なんで40枚、はい、そっか、もったいない病の私でも使えますそれで一番反応が良かったのがこのワンダー紙幣メモ帳。ワンダー紙幣、はい、物価がめちゃくちゃ高いワンダー紙幣そうなんですよ、めちゃめちゃ高いって1ワンダー2000円なんで、この世界のインスタライブでおっしゃってて、はい、高っ、でこれを本当にお札のように、おお金持ち、このパンダの10ワンダーっていう紙幣と、うんうん、狐の50ワンダーっていう紙幣、すごい、あとはハリネズミの100ワンダーっていうこの3つの紙幣で、裏が枠に中はこう何も罫線が入れてないんで、結構自由に、はい、そう、書いてもらえるような仕様にしてます。いい、小切手みたいな感じで使っていただいてもいいですし、一言メモみたいな感じ、これが手帳というかメモ、はい、点乗りした本当にメモ帳みたいにしてるんで、一、はい、枚一枚めくれるような感じで、はい、で最初10枚ずつの綴りにしようと思ったんですけど、はい、10枚でこう3種類、まあ、要は30枚にすると、はい、ちょっとあの厚さがなくてボリューム足りないんで、これを20枚ずつに切っていって、なんか結構、はい、60枚あるんで、そうですよね、ボリューミーだ、たっぷり使ってもらえるような数しっかりある、はい、楽しいこのワンダー紙幣すごい僕も好きで、ビルの上からこうファッと入って、こうトレンディードラマみたいなこと、1ワンダー2000円ですもんね、だからもともと1600ワンダー入ってたんですけど、これ3200ワンダーになったんです。おー、幅でやばいですね、超お金持ちですよ。で、あとは猫のワンダーミラーっつって、缶バッチミラーみたいなを作りました。ミラーで後ろがちょっとツヤがあるで飛んじゃってるんですけど、猫のデザインになって、いいなでこうミラーになってるって感じです。あの、はい、缶バッチガチャの当たりのミラーよりも若干ちっちゃい、ね、あ、小ぶりにしてます。そうですよね、はい、あれが70ミリぐらいあるんですけど、あ、それ入れると結構パンパンになっちゃうんで、箱の中が、あ、そうですよね、箱の中、まあ、もうちょっとちっちゃめの、はい、いいコンパクトミラー、かわいい、そうですね、はい、で最後にこうピンバッジがあるんですけど、はい、ちょっとこのメリーゴーランドの絵が描いてある切手柄のピンバッジになります、はい、でこの台紙、あのピンズ、ワンダーピンズって書いてあるこの台紙、台紙もかっこいい、そうですね、台紙は結構特色使って知ってるんで、結構こう発色のいい合せた肌色みたいな色と、こう結構このシャツに似た色合いになってるんですけど、うん、緑とこうオレンジの肌色みたいな色、なんか海外のレトロの看板みたい、あ、そうです、そんなようなイメージをしてます、うん、はい、ちょっとヴィンテージ感のあるデザインの台紙がついて、うん、このセットですね、超盛りだくさんの豪華セット、高いんでしょ、はい、でも高いんでしょ、これはですね、あの最終的に決まった値段が、はい、一応3600円でお願いします、3600円、いやそんだけ盛りだくさんで、はい、だって紙だけでも100枚すごい、まあ、大カットのやつが4種類が10枚ずつで40枚、あ、そうか、40枚かで、紙幣が60枚なんで、ね、まあ、一応100枚は入って紙だけど100枚も入ってて、カンカンついてて、はい、ピンバッジついてて、ミラーついてて、でシールもついてて、白押しの、はい、3600円、本当は3400円したかったんですよ、ただ紙幣帳を倍にしたら
もちろん値段が高くなるんで。そうですよ。最終的に今、帯をつけたいんですよね。この100万円札の帯みたいなのあるじゃないですか。帯で止めたいので。はい。帯ワンだけに。帯ワンだけに帯止めをしておいて、はい。そうなると、ちょっとこの厚さが足りないので倍にさせてもらう。ああ、なるほど。少しちょっと値段が上がってしまったっていう感じですね。いやにそれで200円って全然上がったうちに入ってないですよ。大丈夫ですか。いやなんかそのね値段設定って本当迷うんですよね。いやそりゃ一般客としては安いのは嬉しいことではあるんですけど、もちろんでも安すぎると心配にはなってきますよね。まあもちろんこれは毎回そうなんですけど、卸しではこの値段では売れないっていう感じですね、うん。あとそのアイテム自体がやっぱりめちゃくちゃ数があるわけじゃないので、うんうん、もちろんしっかりと来ていただいた方に買っていただけるような数ではあるんですけど、はい、イベントで全部なくなれば嬉しいなっていうぐらいの数を作ってますんで、うんうん、そうですね。こうイベントだけで販売する価格っていうことでちょっとこの値段でやってますね。はい。なのでもし仮にどこか在庫が余ってどっかの店舗とかで販売みたいになった時はとてもじゃないですけどこの値段じゃ売れない。ああそうですよね。はい、価格だと思っていつもインスタライブとかでこうおっしゃってるお値段とか制作秘話とか聞いててすごい、はい、すごい良心的で大丈夫かなってまあそのさっき言ってたその来てくれるかなっていうその心配性な部分もあるんで、はい、ちょっと 安かったら買ってくれるかなっていうちょっと安易な考えはあるかもしれないです。ちょっともう100円安かったら来るかなっていうなるほど、そこに努力が不安もあったりするんでそういうところもあるのかもしれないです。なるほど、うん、いやもうみんな絶対並ぶと思うんでね。いやこれねぜひ、いやめちゃくちゃいい内容なんじゃないかなと思うんですよね。多分今までで一番ボリュームがあるというか。いやそうですよね、もう本当に宝箱状態だと思います。でこう結構意外とねこの缶がちっちゃいんですよね。12センチの缶なんですけど、はい、すごくコンパクトでちっちゃくて、うん、その中にこう結構パンパン気味に入るんで今の内容が、なんでこう重みが結構あるんですよね。重みもあるし開けた時楽しいですよ、はい、ワクワクもあるんで、うん、なんかそういったのを楽しんでもらえると嬉しいなと思いながら、いやもう絶対買います。あぜひぜひよろしくお願いします。いや嬉しいです、自分も缶が届いて、めちゃくちゃいい感じですね、本当に。缶はやっぱ使った後も手元にずっと残るんで。そうなんですよね、ずっと思い出をなんかこう蘇らせてくれるんですよね。なんで私もすごい缶集めちゃうタイプなんで。僕もめちゃくちゃ後ろの机、後ろの棚の一段は全部缶で埋まってますね。そうなんですね。はい、なるほど。本当はいつかはエンボス缶をやりたいみたいな今後の楽しみですね。まあ、どっかとコラボとかいうのができたら嬉しいなと思いつつも、はい、さあ3000個ですもんね、いや無理ですよね個人で3000個は。そうですね、まあ、てかその在庫の場所が無理ですよね物理的に、ね、もう缶の上で寝る覚悟はないちょっと腰やっちゃう腰、はい、まあ、今のがメインです。今の缶がメインで、はい、もうあれを買いにどうぞ来てくださいっていう感じですね個人的には、あれがもう超目玉商品で、もう一つがメインビジュアルとはちょっと変形させてる缶の方の表紙を使ったクリアファイルも作りました、はい、で上にちゃんとチケットの柄が入って、あーすごい細かい、はい、裏にもチケットがこう置いてあるような雰囲気のクリアファイルで、緑とピンクとクリーム色の3色の特色を使ったクリアファイルになるんで、少し発色がいいとされているんですけど、まあ、ただデザインもすごく可愛い感じ。可愛い、めちゃくちゃ可愛いです。はい。クリアファイルも出ます。はい。それは別に、その、超限定とかじゃなくて、普通。まあ、これは、まあ、普通と同じぐらいの商品数あります。本当になんかこう、缶と一緒にこうさっと買ってもらえたら嬉しいなぐらいの感じですね。はい。ちなみに今までの商品って、切手バーは紙箔限定じゃないですか。はい。缶とそのクリアファイルは紙箔限定ですか？いや、一応余れば別の販売方法を考えています。ですが、まあ、前回のデザフェスで、真夜中ボックスとか販売したんですけど、はい。デザフェスで販売するかちょっと今未定で。あ、はい、そうなんですね。そうですよ。別のちょっととしたイベントが今後あるので、そこで、まあ、余ったものを出すかとかっていうのはちょっと今検討中です。まあ、残った数次第ですから、うん、
なるほど、はい、まあ、もう誰も来てくれなくてめちゃくちゃ余ったらもう速攻でデザフェスに持ってきますけど、そんなことはないから大丈夫です。むしろ全部売れちゃうかも。で、まあ、本当に全部は売れてもらったら嬉しい、一番嬉しいです、うん、で、まあ、数十個とか余ったら、まあ、ちょっと、まあ、展示をやるので今後ちょっと置かせてもらおうかなっていうふうには、はい、なるほど。基本的に。じゃあ、紙箔にもどうしても行けなかった人でも、まあ、買えるチャンスはあるかもしれないわけですね。あ、そうですね。それはあるかと思います。余ればあるかと思います。余れば。はい。はい。実は、レトロ郵便ってニューヨークのお店にも置いてて、はい、その文具ショップに。うん、このお店が、なんか何十個か欲しいって言って、まあ、もしかしたらニューヨークに旅立つかもしれない。なるほど。可能性も余ったらあります。一定バーだけは、まあ、どうしても。もう紙箔の催し物としてやろうと思って、なるほど、切手箱、今後も。で、切手箱のアイテムは余っても次の紙箔で出すかぐらいです。うん、なるほど。はい。他にもありますか？はい、あります。その、トートバッグを作りました。袋がなくて、で、なんか袋を販売したら売れるかなっていう。販売したら買ってもらえないかなと思って。あれですよね、あの、紙箔のオフィシャルでもトートバッグもあるんですよね。あります。まあ、あれはもう。このメインビジュアルの。そうですね。はい。の柄なんですけど、僕の方で販売するのはもう、レトロ郵便の堂々の柄になっていて。あの、看板の絵ですよね。あ、そうですね、そうですね。赤と緑。はい。と、このネイビー。ああ、ちょっと黒っぽく見えちゃうんですけど、ネイビー。いや、かわいいネイビー。3色を販売しようと思って、350円ぐらいで売ろうかなと思ってるんで。え、嘘ですよね。いや、本当です。それはもうね、原価。ショッパーがないんで、ショッパーの代わりに、もうちょっと買ってもらおうかなと思ってたんで。ほぼ原価。そうですね、ほぼ原価にあの送料が乗ってるぐらいの、え、それトートバッグして買ってるんです。そうです、トートバッグ結構いいんですよ。 5.4 オンスなんで量しっかりして、マチもついてるんで。え、大丈夫ですか？あ、全然全然。だってショッパーって逆に考えたらもちろん無料で配るもんじゃないですか。いや、そうですけど、はい、それと無料で配る、これ買ってもしもらえるんだったらもう原価でもいいかなと思って。いや、私3色買います。絶対全部買う。で、まあ、言うてそんなに持っていけないんで、これもなんで意外とこれが一番なくなるかもしれない。え、そうですよ。いや、結構いいと思って、街もついてて、はい、いや、すごい、街すごい、街が結構広いです、ね、しかもだってそれ A4 サイズとか入る。 A4 全然入るですよね。はい、なんでちょっとこの動画見てる方絶対買うと思うから、私は絶対買う。じゃあ先に買う。、うん、これはインスタの僕ここだけチャンネルっていう、はい、それで見ました。ほぼほぼ原価で販売させてもらいますっていう感じでちょっと投稿させてもらって、めちゃくちゃいいんで、ぜひ。それって、はい、店頭にそのとうとう販売中みたいな感じで堂々と売られる感じですか、それともそのお買い物をして最後ショッパー入れてくださいっていうかどうかですか。いや普通に置いちゃいますよ。多分それどの商品よりも一番最初になくなるかもしれない。なんとなくのイメージだと、まあ、列ができて、うん、今回もお客さんにはこう並びながら商品を選んでもらってそのままレジ行ってもらうっていう並び方にしていただこうかなと思ってるんですけど、こ、うん、の一番最初の列のとこに置いとこうかなと思って、これも最悪これに入れちゃってもいいしみたいな、まあ、お買い物カゴ、お買い物バッグとして使ってもらいたいなみたいな。いや、絶対意外ともしかしたらこれが目玉になるかなって。めちゃくちゃいいっす、ドーンと。いやいや、うん、嬉しい、超かわいいし、街すごかったし、はい、結構全アイテム余裕で入るんで、うん、街が、いや、トートバッグって街があるやつやっぱ少ないし、あっても高いんですよ。はいはい、はいはい、そうっすよね。そう、結構いっぱい入りますし、ね、そうなんです。八代さんいつもこう、うん、登山家みたいになるじゃないですか。最後パンパンになるじゃないですか。そうなんですよ。ここを片方にかけてもらって、そう、ね、こっち側に堂々で、こっち側にあれですよね、メインビジュアルですよね。メインビジュアルの方もね、マチついてるんで。おー、素晴らしい。ちょっと僕が作った方が若干大きくて、若干生地が厚めではあるんですけど。え、それなのに安い。まあ、ほぼ原価。いやー、絶対瞬殺だと思う、そんな。うん。そのこっそり売ってほしい。
もう私の動画を見た人だけが知るみたいなぐらいの勢いで内緒で売ってほしいですよ合言葉を言った人だけみたいな僕緑めっちゃ好きでグリーン、うん、いや緑綺麗ですね、うん、その緑、はい、どれが一番最初になくなるかなっていうのをちょっとワクワクしながら、はい、あのいつものオビワンさんのブースのレトロ郵便の看板のイメージだと赤とネイビーですよね。青ですね、はい、うん、ネイビー。いやでもその値段だったら多分3色買う人多いと思う迷う必要がない値段じゃないですかもはやいいですよね。本当にもうこれは利益は特に、うん、まあ、あのショッパーなんであんだけ立派なトートバッグショッパーなんでっていうのがすごい。いやショッパーっすよ。画面で見ててもすごい立派なの分かりますもん。ああ、ちょっとパリッとしてるんで。いいな、まあ、これはレトロ郵便の柄なんで、はい、紙箔と、まあ、5月のデザフェス、はい、で、まあ、本当にショッピングバッグとして販売しようかなっていう感じあります。まあ、もちろん枚数は限定的になってるんでなくなったらなくなりして終了ではあるんですけど。ちなみに個数制限って今までの商品とかであります？カンカンとキテバセットとトートバッグもちょっと数が少ないんであれなんですけど、に関しては2個ずつにしてます。2個ずつ。お一人様2つまで。今回の紙箔とデザフェスの売れ行きを見て、評判が良ければ次はまた別の柄でとか、いうのをちょっと考えて、いろいろショッパーを作ろうかなと思っております。で、はい、あとはポストカードが新しいシリーズを出そうと思ってはい、はい、これは、もりもりポストカードシリーズを作ろうと思ってて、今までのはイソグラフ印刷っていう特色のインクをコピー機のように移っていく、はい、このこれと一緒です。あ、そうですね、そういうやつなんですけど、うん、やっぱこう箔とか活版を使ったポストカードとかっていうのもやっぱ作りたいなと思って、うん、一発目にこのもともとゼリーフィッシュっていう、はい、あのレターセットがあったんですけど、はい、それのメインビジュアルをこうポストカードに落とし込んで、いつものように裏にポストカードとレトロ郵便っていうのが入った、まあ、ネイビーのカードを作ろうと思ってます。すごい。これと新しくあの今回のイベント用に書き起こしたアートがありまして、はい、これはまだちょっと現物が届いてないので紹介できないんですけど、はい、これの中華系のシリーズで新しい新作アートを作って、へー、なのでこの2つのポストカードがあのモリモリシリーズで出るっていう感じですね。なんで値段もちょっと高くなっちゃうんですけど、いやそんだけ箔入ってたら絶対高くなりますよね。今までのポストカードは1枚150円なんですけど、はい、これはちょっと250円のカードになるって感じですよね。いやそれでも安い。安いですかね。いやだから、うん、300円台はいくかなと思ったし、もっといってもおかしくないと思ったんですけど、だからイベントじゃないと250円では買えないっていう形になるんですけど。なるほどなるほど、はい、ぜひイベントで買ってもらいたいっていう思いも込めて、うん、はい、いやそれも買わなきゃ。これめちゃくちゃいいと思います。これいやもう超かわいい、めちゃくちゃ光ってるんで、うん、あと一つの方はこう大カット、形がちょっと違 う, こうカットしてある方ですね、はい、もう一個の方がまあ個人的には超楽しみで、今後デザフェスとかもそのアートを使っていろいろ他のグッズを作ろうと思ってるんで、はい、こうお気に入りというか結構個人的には気に入ったアートができたんで一つ、うんうん、それをデザフェスでちょっといろいろ作っていこうかなと思っております。いや、はい、楽しみですねそれは。あとはちょっともう全然手元にはないんですけど、はい、缶バチのガチャガチャ新しい第2弾があります、はい、もう今までのこの出てた缶バッジの柄はもう出ない、はい、もう一生出ません。もう一生出ない終わり。わかんない、わかんない、わかんないですけど、まあ、もう今回の紙箔では出ないですね。なるほど、はい、もうまるっきり新しい柄になってる感じです。まあだから今までこうやって引いてきた人も被らないってことですね。そうですね、うん、はい、今回も20種類で当たりが2個入ってるので、うん、全部で22種類いう感じの、うん、お一人様5回までになるんでガチャガチャ、はい、イベント4回行かないと引けない。でも今回紙箔3日あるんで1日5回引けば、はい、あとデザフェスに引けば、そうですね、あ、そうですね、そうですね、
でもまあ今回は難しいとは思うけど。いやそうですね。なかなかむずいかもしれないですね。そうですね。一種類5個ずつしか入ってないんで。そうなんですね、はい。あの、ガチャガチャのマシン100個入るんですけど、はい、なかなかコンプリートするのは難しいけど、数が多いんで、被ることがあんまり少ないみたいな。ああ。こんな感じです。メインビジュアル書きながら、こんだけ新作も用意して、すごいと思います。いやそうですね、なかなか頑張って作りました。あとまあアクリルキーホルダーとかもあるんですけど、それは今、はい、池袋の純駆動さんでも販売してるんですけど、あの猫の UFO のやつとかですよね。はい、うんうんうん、あのスペースキャット、まあ、今回のキッテバーにも入ってるんですけど、うんうん、それのアクリルキーホルダーがあったり、あとあのお買い物してもらった方にお配りしているありがとうシールってのがあるんですけど、あ、はい、毎回違う絵柄になると、はい、はい、今回はほぼほぼこれと同じデザインにしてます。でこれ絶対もらう、はい、なんなら3日間全部もらいたいってまあそれ猫の力すごいなと思ってガチャガチャだけ引く方ももらえますか？はい、はい、あのお会計の際に渡しして、ガチャガチャは専用のコインで回していただくんで、はい、あのガチャガチャだけでも一応レジに並んでもらう形になるんですけど、あのレジを一回必ず通ってもらうんで、そのタイミングで渡しさせていただきます。はい、ぜひぜひお待ちしております。このありがとうシールは結構用意してあるんです。1日本当に数百枚レベルであるんで、はい、あの普通に並んでもらえればもらえる数用意してます、うん、ただ本当に終了間際とか、はい、うん、終わり1時間2時間ぐらい前になると、うん、もしかしたらなくなっちゃうかもしれないので、うんうん、2時3時ぐらいまで、2時3時ぐらいだったら残ってると思います。なかったらすいません。はい、まあ、もう誰にも分かんないですもんね、はい、めっちゃ豪華なステッカーなんで、そうそうそう、キラキラの、うん、はい、全部同じサイズにしてるんで、うん、みんなこうファイリングしてもらえる、うん、はい、ぜひぜひ今回の柄はいいんじゃないかなって、まあまあちょっとめちゃくちゃ猫の力強いんでやっぱり引きはありますかね。まあとにかく皆さんこの缶ですよ、缶、うん、缶、缶は絶対ゲット。もうこれはですねマストバイで、マストバイ、マストバイです、はい、マストバイしてくださいこれ。いや中身正直お得だと思いますし、その中身のボリューム的にもカンカンついてきてっていうのも、はい、一生もんですからね、カンカンずっと使えますから一生もんですよ、だって腐んないもんそうかそうか、まあ、サビもいい感じになりますしね、なんか味わいあります、ね、うん、そう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 ですよ、うん、いやすげえ迷ったんですよ、カンにするか今まで通りこう箱にするかでめちゃくちゃ迷って、あ、紙の箱、はい、絶対缶です、絶対缶でめちゃくちゃ迷って奥さんともいろいろ話して、うんうん、プロトタイプとか作ってみて自分で、いやもうこれ勇気出して缶行こうと思った。いや絶対缶ですよ。紙の箱ももちろん素敵ですけど、やっぱりこう何回も開け閉めしてるとどうしても傷んできちゃうのは来ちゃうんで、うん、はい、こうガシガシ使える、うん、で汚れにくい、傷つきにくいっていうところ、はいはい、いや絶対缶です、もう缶です缶集めちゃいますよね。缶集めますね、めちゃくちゃある、まあ、それの一つになっていただけたら嬉しいですね、うん、自分の缶もマストバイですよ、マストバイ、バイ。これをはもうさっきのねトートバッグに入れ、全部入れても まだいっぱい入りますから、うん、入れて、はい、全然キッテバー入れて、もう全然もう入る入る、まあ、入る入る、すごい、うわ、うん、入る入る、マストカード入れて、クリアファイル入れて、まだまだ全然入りますね。いいっすね、これを会場で開けてるのを見たらちょっと嬉しいっすね。あ、いや絶対それみんな、どこで買ったんだろうってなりますよね、うん、でそこでオビワンさんのブースのあのレトロ郵便の看板が見えて、あ、あそこだってなるわけですよいいなー、そうなってもらって嬉しいっすね。やっぱショッパー作りたかったんですよね。豪華すぎますけどね、そのショッパーは。ショッパーでじゃあ50円ですってなんかこうビニールのやつをつけるくらいなら、まあもうちょっと値段上げていいのの方が、後々使ってもらえるかなみたいな。いや、絶対使いますよ。そのトートは、一回で終わりのトートじゃ絶対ないもん。今後のデザフェスとかでも絶対それ持ってくる方いますよね。ああ、そうですね。それ嬉しいですよね。うん、はい、あ、そういう思いも込めみたいな。あれのトートバッグが200枚入った段ボールが、はい、A2 サイズのポッパーぐらいの大きさあるんですよ。めちゃくちゃでかくて
それが家にこうドンドンドンってあるんで今。それ車乗ります？送りと車っすね。あ、やっぱそうですよね。そうなります。なんかトートバッグだから、なんかこの A2 ポスターサイズ一箱で収まってくるのかなと思ったんですけど、結構あの生地がもう分厚くしちゃったんで、ちょっと厚くしちゃったんで、他のやつよりも、うんうん、でっかい箱が何箱も来ちゃってみたいな。大変だな。しかも多分折りじわとかついちゃうから、こう平たく重ねてありますよね、はい、多分、はい、そうですよ、階段の状態で街あるから街あるからまた分厚くなって自分も、はい、たくさん売れてくれたら嬉しいなと思います。いや皆さん絶対買うでしょう、はい、超楽しみですね。いっぱい新作あるし、メインビジュアルもなんか今回グッズ多いし、いいですね、はい、だから全部買ってもらいたいですし、ね、オフィシャルの方も買ってもらえたら嬉しいですし、オフィシャルのアートを使った僕のアイテムは僕のブースでしか買えないんで、うんうんうん、そこはちょっとこうオピアンのブースだけだよっていうのをちょっとアピールして、そう、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ、うん、いや楽しみですね、皆さんに来てもらえるのが。ちょっとワクワクしてます、うん、今からまた、うん、もうあとちょっとですもんね。この動画が上がる頃には本当あと1週間なんで、ね、もうそうですね、はい、その頃には綺麗に散髪して、はい、ちょっと何着ようか考えたり、あ、そう、今回ではスタッフロンティーを着るんで、このトートバッグと同じデザインで色がちょっと違うんですけど、それもねすごい可愛いんで、おー、スタッフティー楽しみですね、はい、スタッフティーもいい感じなんで。そのスタッフティーの販売はないんですか？ティーはない。これ着るってことはうちで働くってことになっちゃうんで。あ、なるほど。制服で、はい、働ける覚悟がある方はうちのブースが一応もう各実こう一人こうヘルプさんというか、まあ、はい、自分の友人なんですけど来てくれる感じなんで、うん、その友人にはこうなるほどなるほど渡してるっていう感じで。超レア T シャツですね。いや、もう超レア T シャツになるんで、まあ、もし、ね、今後、僕のスタッフで奇跡的に、僕のブースやスタッフとして手伝ってくれる方がいたら、その人には必ず、やりたい。子供が大きくなるまでいてください。例をいつまで出してもらえるんだろうっていう、なんかそこはそうって、それめっちゃ思いましたね。なんかビジュアル書かせてもらって、さっきも言ったけど、一回ビジュアル書きたいなと思っていて、うん、まあ、こう、何年かこう、やり続けたら書かせてもらえるチャンスとか来るのかなとか思ってたんですけど、一発目で来ちゃった。そうですね、実際に出展する前に決まったんで今後もうビジュアル書けないのかなとか言ったり、だからまあ今後も出れたらいいなって思えるイベントですよね、紙箔は、うんうん、いやもう本当に小宮さんもちろんなんですけど、本当にどの作家さんももう紙箔に向けてやっぱ同じ気持ちなのか、こう皆さん新作頑張って出されるから、もう買う方も大変、うん、そうっすよね、そうっすよね、作ってる側ぜひ買ってくれと思うけど、いやそれは予算もあるしっていう話です。いや、みんな紙箔のためにお金貯めてますよ。このチャンネルを見てくださってる視聴者の方はもう紙箔に向けてお金貯めてる方多いと思う。あ、その予算の中ぜひですね、反感を、いやもう絶対絶対ゲットします。あ、開けて、え、これで3,600円とはならないと思うんで。いや絶対ならない。まあまあまあこれならみたいな感じになると思うんではい、そうですよね、だってもう売れ残らなかったらもう紙箔で終わりなんですからね。終わりです ね, ですね、はい、うん、もう今しかない。そうですね、まあ、出したとしてももし次出れたとしたら紙箔で出すかなぐらいの感じですかね、次の秋のってことですね、はい、うん、はい、あとはその真夜中ボックスとかあったと思うんですけど、はい、それが本当に20個ないぐらいなんですけど、かき集めた在庫があるので20個こうくらいなら持ってけそうで、それでもう完全になくなるので、真夜中も来る。これは新作扱いじゃないから、1日目で売り切れたら終わり。ないです。真夜中ボックスめちゃくちゃ豪華でめちゃくちゃ可愛かったので、はい、もう買い逃してる人は1日目の一番最初に行かないと。そうですね、真夜中は僕も個人的にはかなり大きいで、うん、ハンカチとかも作って、それも持ってくんで、そうですよね、うん、それも販売するんで、なくなり次第終了。ですかね、あと歯落ち入れた、はい、あ、はい、もう出し切りで販売します。あ、そっか、前回ジェリーフィッシュは売り切れちゃったんですもんね。そうですね、はい、で歯落ちはもう一回内職し直したのがちょっとあるんで、それも持っていけるかなという感じです。なるほど、いや真夜中2個目買うか悩みますね。あ、いいじゃないですか、ぜひ使うように
いやそうなんですよ、1個だと大事な子にしちゃって2個目買うかセットで買うかぜひぜひ30いかないぐらいは用意できると思うんですよね。最初ですね、いかないと、はい、あとめちゃめちゃ少ないで言ったら便箋帳とかも一応持っていくんですけど、この便箋帳、あ、はい、これもあと10冊ぐらいあるんでそれは持っていけるかなっていう、なくなったらこれももう、そうなんですね、はい、それも終わりなんだ。終わりにしますかねこれは、うん、まあ、新しいのを徐々に出していく。なるほどなるほど。個人でやってるとリピートしてこうやるっていうのがちょっとなかなか大変で、ああ、在庫を抱えておくのが、まあ、そうですよね。なんであのポストカードも、はい、古いものは今回の紙箔用にまた増刷はしたんですけど、それが終わり次第もうなくなるので、はい、マズイヤ製菓っていうのと、はい、あのスパイスグミっていうのとワンパクミートボール、あと、はい、甘音ソーダ、はい、バーボンボリ、この5種は多分もうなくなったら生産はしないので、新しいさっきのあの豪華なモリモリのポストカードシリーズとか、はい、っていうのとかは今後また新しい感じで作っていこうかなって思っております。後ででいいやと思ってた方はもう今回ぐらいからゲットしないと逃しちゃうってことですね。ですよ、ぜひぜひ集めてもらえると嬉しいですね。なんかいつかポストカードのなんかファイルとか作りたいですよね。ああ、いいですね、また豪華なのができそうな気がするちょっとそういうのも考えながらな感じの、はい、ラインナップになってます。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ長いこと、すみません。最後、じゃあ視聴者さんからいただいた質問を少しお答えしていただいて、はいはい、ありがとうございます。どうか、まあ、今までのお話の中でもあのお答えすでに出ているものもあるんですけど、今回の紙箔のイラストのテーマは何ですかっていう質問が来てます、はい、ありがとうございます。そうですね、今回のテーマは、遊園地をテーマに、はい、制作させていただきました。先ほども言った通り、この紙箔の熱気とかワクワク感みたいなものをこの遊園地っていうテーマに落とし込んで、作らせてもらっていて、紙物と遊園地の融合したアトラクションだったりとか、またこの動物のスタッフみたいなのがいるっていう、このこう賑やかなイメージをこうビジュアルに落とし込んで、もうなんか結構ぶっ詰まってますよね、あのビジュアル。なんかパンパンに入ってる感じしません？そう、盛りだくさん。いろんな。ギチギチに入れた、まあ結構ああいうビジュアルが好きなんですけど、描くのが、うん、という感じで、自分の出せる最大の表現方法で、あの悔い残らないような感じで作ろうと思って、はい、なんか新しいことにチャレンジするんじゃなくて、あ、今まで投げてきたこうビジュアルの超集結したみたいな絶対失敗しないように気をつけながらっていうのも裏コンセプトでありますね、はい、絶対にこう失敗したくないっていうので、新しいことはしないで抑えもしっかりこうバシッと決まるっていうのもイメージを込めて作ってますかね、はい、ビジュアルは。オビワンさんの原点とか根本が詰まっているということですね得意とする、うん、得意とする手法が、はい、レイアウト、ね、レイアウトだったり、ね、イラストの描き方みたいなのをフルで使ってみようっていう感じですね、うんうん、なんか新しいことして失敗しちゃったら怖いなっていうビビリな性格がもろに出たっていう感じはあります安牌をしっかり安牌をっていう、はい、いやでもすごい素敵なイラストになってますもんね。ありがとうございます。次なんですけど、フライヤーが手に入りません、どこで配布されていますかっていう質問があって、僕もですね、その今山梨に住んでるんで、はい、僕も実際に出会ってはないんですけど、まだ、あ、そうなんですね。あの、まあ、何枚かサンプルではいただいてるんですけど、おそらく手紙社さんのお店で配ってるんじゃないかなと思うんですけどね。手紙社のあの、調布とか、調布ですかね。はい、うん。はい。あとは、群馬の高崎とか。前橋でしたっけ？まあまあ、ごめんなさい、前橋、ね。うん。はい。あと、松本にも。あ、ですよね。出会えるの少ないんですね。は上白さんのツイッターの投稿で見たのは、なんか欲しい方、配っていただける店舗さんがあれば、あのお配りしますっていうので、あのお配りしているお店もあるかと思うんですけど、まあ、結構ね言われるんですよ、フライヤーどこでもらえますかって。あ、ですよね。自分もちょっと分かんなくて。あとはあれとかですかね、あの紙箔に出店する作家さんのオンラインショップで買った時とか、はい、ああ、まああるかもしれないですね、お配りしてる、うん、かもしれないですね、自分の宣伝のためにい、ね、うん、はいはい、っていうのはあるかもしれないです、うん、確かにそれぐらいですよね多分。ぜひねゲットしてもらいたいんですよね。当日ってゲットできないですよね。配られないですよね。なかった。
なんかトークライブしたんですけど、はい、その時はトークライブ来てくれた人に、はい、その僕のビジュアルを見てもらいながらっていう意味も込めてフライヤーをお配りしたんですよね。トークライブに来てくれた方だけにお配りして、はい、でそれをみんなで見ながらトークライブ進めるっていうのをやったんですよ、うん、で一応東京でもトークライブはあるんで、はい、もしかしたら、はい、配られる可能性もなきにしもあらずかもしれない。なるほど。じゃあゲットできなかった方はもうぜひオビワンさんのトークライブを聞きに行く。一応見に来てもらって、あれなんか机にフライヤー置いてあるなと思ったらそこにもし滞在してたら配ってもらえるかもしれない。なるほど。なかったらもうあのあいいやって言ってもらってもいいんで。悲しい。緊張するんでね、トークライブもなんかいっぱいいるとやっぱ緊張しちゃうんで。そうですよね。でもぜひ見に来てください。はい、来ます。あれまあ会場全体で聞こえますしね。あ、そうですね。楽しみです。ありがとうございます。次の質問なんですけど、はい、特に猫のデザインが大好きなので、はい、こだわりや制作話を教えてほしいです。一番最初にアイキャッチを結構ビジュアル描くと決めるんですよ。はい、どこに目を置くようなこの目を誘導させるためのその時に大きめのキャラクターを入れようってずっと思っていて、それを選出してる時に、まあ、今までのこうビジュアルを上白さんのビジュアルをバーって見させてもらって、はい、今のところ猫がメインってなかったなと思って、あ、うん、確かに、あ、意外とまだ猫枠空いてるなと思って個人的にも猫のモチーフ結構多いので、はい、今背景も猫が本当だと思うんですけど、うん、まあ、猫好きなんでこれは使わない手はないと思って、うん、そのメインビジュアルのまあ一番、まあ、ディズニーランドでいうミッキーマウスじゃないですけど、このメインをまた猫8割でちょっとやらせてもらおうかなと思って、うん、してもらったって感じです。なんか猫が好きで描きたいからっていうよりもこうちょっと戦略的になっちゃう部分はあるかもしれないです。それで選ばせていただいたとかね。なるほど。いろんな方に喜んでもらえる柄になったので、この猫ちゃんだけが唯一全身が描かれてないので。はい、そうですよね。ハンコでも体ないですもんね。そうですね、うん、まあ、制作してないんで。あ、存在しないんですね。存在しないんで、はい、猫ちゃん顔だけの。なるほど。自分のグッズの時にも作ろうと思ったんですけどね、顔がやっぱドンって方が可愛いなっていうので。うん、目いきますね、やっぱね。次なんですけど、グリーンとイエローの配色が素敵です。はい、どのような意図で決められましたか？来てます。はい、そうですね。まあ、グリーンは、これもまあメインビジュアルを作る時の結構、はい、戦略というか、自分の中の決まり事みたいなので、うん、まずさっき言ったアイキャッチを作るっていうのと、はい、この見た時に何色だったかっていう印象を与えたいっていうのがあって、このビジュアルって緑だったなとか、このビジュアルって赤だったなっていう印象を見た人に与えたいっていうのが、テーマカラーをこう考えるんですけど、うん、僕が一番好きな色は緑、まあ、緑というかダークグリーン、モスグリーンみたいなのが、はい、まあ、結構好きで、デザインにも結構必要するんですけど、先ほど言ったようにこうなんか失敗しない色合いっていうところで、うん、まあ、グリーン、これは一つ案として入れたいっていうのと、うん、あとさっきもこうラフ案でちょっと見せたんですけど、まあ、朱色というか、はい、濃いめの赤、この2つのこう案でこうずっと迷っていて、はい、で選ばれた他はグリーンだったので、まあ、グリーンを今回はちょっと使わせていただいているっていうので、まあ、あれですね、自分の好きな色で、まあ、なおかつそのモスグリーンって結構やっぱヴィンテージとかレトロっていう雰囲気もあるので、うんうんうん、まあ、この上白というテーマにも合ってるかなっていうところもあってグリーンを選んでます、うん、でまあ黄色なんですけど、黄色というよりも若干まあ黄土色に近いというか、うん、まあマスタードみたいな色なんですけど、はい、やっぱりこう緑との相性がむちゃくちゃいい色ではあるので、それをこう選ばせてもらってる、うん。ただその自分の作ったカンカンの方だと、まあちょっと雰囲気を変えて、あのサーモンピンクにしてる、うんうん。グリーンとピンク、グリーンとマスタード組み合わせはやっぱすごい好きで、自分の好きな組み合わせからこの2つ選んでるっていう感じですかね。なるほど、はい、両方いい具合ですもんね。そうですね、グリーンピンク好きなんですよね僕。うん、いや、いい色だと思います。うん、ピンクもどっちかというとちょっとサーモンピンクみたいな色に近い色が好きって感じですかね。今までの上白のメインビジュアルともまたガラッとなんか変わった感じがしますもん。今回初めて本当にレトロ感の色味とレトロなテイストっていうのでガラッと違うよねって思いました、はいはい、いや、そう言っていただけるとすごく嬉しいですけど、やっぱこう発表するまではめちゃくちゃビビってましたね、このビジュアルを出すことに。あ、そうなんですか。今までこの、まあ、ネクタイさん、エリックさん、もっくりさんってやっぱこのうんうん、神役レジェンドじゃないですか。もともと参加してるものからすると。
でその人たちの雰囲気を壊してしまうんじゃないかっていう恐怖、まあ、神白側さんは、うんまあ、自分のテイストを気に入ってくれてこうお声掛けいただいたんで、うんまあ、それもやりきるしかないなっていう感じでこう過去のビジュアルをこう今パッと見てるんですけど、うん、ここに自分のが入るとやっぱちょっとまた全然ポンってこうなんかちょっと違う方向に行ってるなっていう気もしないでもないというか、いやなんかあのガラッと変わったなとは思います。でもなんかやっぱりあネクタイさんとか、まあ、目次さんとかエリックさんの作品ってやっぱり女性っぽい感じがするんですよね、うん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 、そう柔らかさとか、はいはいはい、それとやっぱりこうオビワンさんが作られてるイラストってやっぱオビワンさんだからこそのそのなんか男性らしさ、いい意味での男性らしさみたいなのもあるし、うんうんうん、なんか、はいはい、やっぱ新しい感じがすごいする気がするんですよ、うんうん、なんかちょっとポップな感じに、うん、ポップになるよね大丈夫かなっていう、そこは全然いいと思います、すごい素敵、うん、インスタライブやった時にそのビジュアルの話をしてて、うん、なんか私はこのビジュアルを見て神白行こうと思いましたって言ってくれた方がいたんですよ一人、うんうん、それがめちゃくちゃ嬉しかった、よかったと思いましたけど、いや絶対目惹かれてこうあ行ってみたい、ワクワクできそうって思うビジュアルだと思いますし、なんか今回のでちょっとこうガラッと雰囲気が変わって、はい、今後なんか神白が生まれ変わっていくみたいな、なんかパワーアップしていくようなイメージすら持ちますもん。いや本当ですか、いや、うん、嬉しいですけど怖かったですけどね、自分のビジュアルをきっかけにこう神白を知ってくれたりとかっていうのがやっぱり一番嬉しいんで、うんうん、まあ、そう言ってくれると嬉しいなっていうのと、まあ、このビジュアルになっちゃったから神白行かないっていう人が出ちゃうのがちょっと、はい、不安ですけど、まあ、まあそれはしょうがない、もう自分の病なんでしょうがないんですけど、まあ、自分のビジュアルをきっかけにこう来てくれる人が増えたらすごく嬉しいなとは思います、うん、はい、いやポジティブな多分感想しかないと思いますよ、まあ、僕スーパーネガティブボーイ、あボーイっていう年齢じゃないんですけどスーパーネガティブ面なんで、まあ、全てをマイナスに考えていく、いやもっとポジティブにいきましょうそうですね、いやありがとうございます。最後の質問ですね、グッズ制作のアイディアはどういう時に浮かびますか、はい、うん、いやこれもまたすごい難しくて、なかなかやっぱこう次作ろうって思うまでにやっぱ同じものを作りたくはないっていうのがやっぱりあって、うん、今回で言うと管理チャレンジしてみたり、はい、まあ、前回で言うとここに挑戦してみたりとかっていうのがあって、まあ、常にこの自分の中でできるであろうクオリティと、そのやってみたいアイテムっていうのをこう求めながらこう、さまよい歩き続けてるっていうのが正直で、やっぱ缶だったらこう、足屋さんまあまあやっぱ好きで行くんで、こういろんなこうおしゃれなところとか行ってみて、こう缶を見て、うわ、やっぱ缶作りたいなっていうところから、どうしたら作れるんだろうっていうのをこう自分で検索するところから始まるんですよね。で結構いろいろ断念していくことが多くて、この値段かとか、うん、あこれは作れないなとかっていうのをこうやっていってこう絞っていって、うん、これならなんとかアイテムできるかっていうのが毎回残ってるって感じですよ。あじゃあ基本的にはやっぱり自分がこれ作りたいないいなって思うものをこう優先的に、あそうですね、そういうことになりますね。でそのアイディアはこうやっぱりいろんなあのイベントに参加して、うん、その他の方のアイテムとか見て、うん、こんなのできるんだとかっていうところからアイテムをいただいたり、それこそやっぱ SNS でこういうのが出てますとかっていうのは、うん、あこんなの作れるんだとっていうのをから生まれてきたりとか、なんかこれを ID いつ振ってきますかって、まあ、結構聞かれたりするんですけど、そうした時にその情報を手に入れて、うん、これアイテムできないかなみたいなのでアイテムにすることも多かったりとかっていう感じで、なんか決まってはないかなっていう感じですね。なんか次お皿をちょっと今作ろうと思ってて、はい、豆皿みたいな、うん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 、それももともと好きなアーティストさんのこう豆皿とか集めてて、はい、いや作るかって思ってそこからこうその制作会社さん見て見てたら、あ個人でも作れるっていうことに気づいて、でそこから連絡してみてみたいな、で、はい、間に合うかみたいな感じで今やってたりもするんですけど、なるほどなるほど、なんでこう自分の作りたいものはやっぱ一番大事というか最優先、うん、はい、その中で現実的に作れるものと作れないものがあるんで、うん、それをこうなんか精査して調べて、うん、なかなかね作れないんですよね、
見たいものが意外とやっぱそのロット数とかでですかね、うん、そうですね。例えばさっきも言った演目館3000館って、はい、例えば一館800円ぐらいだったとするじゃないですか、原価が。3000巻頼むと240万かかるんですよ、一発目のお金が。あ、そっか、作るだけでそんだけかかっちゃうんですね。140万円なら定時どうするんだろう。なるほど。英語じゃないけど出せないですよね。そうですよね。しかも売れるまで、売り切るまでは在庫が家を占領するわけですもんね。ほぼほぼ缶と同棲することになるんで、なんかそう考えるとやっぱギリギリここまでだったら出せるっていうのとかもあるんですよね、一発目の支払いでとか。そうですよね、先に出ていかなきゃいけないですもんね、 そのもの作るときはね、うん、多分他の出されてるアーティストの方とかも、まあ、多分そことの結構戦いをしてるだろうなって思いますね。で、値段設定を見てみたいな、ね、他のアーティストさんのやつの金額を見て、こんなんで作れんのみたいなとかもあるし、どうやって作ってんだみたいな、すごく聞きたいですよね。どこでやってんのこの値段みたいな。知り合いだったりするんですかね。ね、多分それから自分で作れたりする人っているかもしれないんで、やっぱ自分で作れるって強いなとかとも思いますし、印刷ができるとか、うん、難しいですね、やっぱ。なんか私もいつも個人作家さんの商品こうやって紹介してて、そのやっぱりメーカーさんとかに比べると個人作家さんのただマステとか1個でもすごい、まあ、どうしても金額が高くなるっていうのは、まあ、理解はしてるんですよ、はい、理解した上で皆さんにご紹介してるつもりなんですけど、でも今オビワンさんにその、まあ、生々しいお値段の金額を聞くと、あ、そうか、そうだよね、作家さんはそれを作るために先にそんだけボンって払って回収できるかわからない恐怖と在庫とともに寝なきゃいけないんだって思うと、なんかいつも、あ、最初高いと思ったけどとかって言って紹介する時とかあって、なんか、あ、それってなんか申し訳なかったいや、そんなことないです。そんなことないですよ。そんなことなくて、3000巻って結構えげつない量だと思います。無理ですよ。多分3、まあ、いると思うんですけど、うん、僕はもう3000巻なんてとてもさばける気はないんですけど、まあ、自分が、はい、作りたいって思ったもんだと、やっぱ3000巻必要だったっていうので、どうしたら3000巻作れるかなって考えてたんですけど、うん、ちょっと待てよみたいな、3000巻払うとしたら、800円じゃとても作れるんだろうなと思いつつも、計算して、無理だな。ここで諦めたんです。無理だ無理無理無理。なるほど、ちょっと粘りはしたんですね、はい、粘りはしましたね。例えば3000巻で、じゃあ例えば缶の要はエンボス缶って型を作るわけですよ、うん、これガシャンってプレスして缶を作るんで、うん、はい、プレスする型は一緒だけど、印刷は例えば色違い作れるのかなとか、それだったら例えば500ずつ色違いを作って、ああの3000巻だと6種できるじゃないですか、うんうんうん、でそれをこう1年間に前半後半で3年間かけて500個ずつさばけばもしかしたらいけるかとか思ったんですけど、でもしばらく在庫とともに寝なきゃいけないのはそうですよね、はい、そうですね、もう本当に食いにするかぐらいの勢いがないと、うん、それを考えてたんですけど、その時にこう値段のことを思いでそこで気づいた無理だと思って、これ諦めるしかないなのでこの印刷の方の、うん、今回作った僕の缶も、はい、やっぱロット数が少ないんですけど、少ないからやっぱすごい高くなっちゃうんですよね、一貫が。ああ、そうですよね。うん。なんですほど、この関係上やっぱ前回の真夜中ボックスよりもちょっと高くなっちゃってみたいな。うん、いや、大丈夫かなみたいな。いや、だって紙、まあ、すっごい単純に言うと、紙から缶になったんですよ。高くなりますよ。そう思ってくれると嬉しいなと。いや、絶対高くなりますから。いや今回はでも、うん、すごく自分の中ではいいのができたって思ってるんで、アイテムも、うん、まあ、あとはその一個一個ね、本当に一個一個全部手で内職ってる。そうそうですよね。それはもうインスタライブでもすごい聞いてて、すごい申し訳なくなってきます。もうなんか気持ちがすごいんで、うん、気持ち思いがものすごい乗っているんで、うん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 、ここにも少しちょっと、はい、お金がかかってるって思ってる。いや、もう思いにお金をもっとかけてもいいんですよってでも安くする唯一の方法は、まあ、やっぱ結構内職だったりもするんでね、どうしても材料だけ集めて最後全部梱包自分たちでやれば、なんだかんだオビワンさんとオビワンさんの奥様を動かすその実動金額の方が高いんじゃないですか人件費。いやいや、そんなことない。でもね、結構やっぱ楽しいですよ、やっぱその
うん、神博前って本当に文化祭前みたいな気持ちもあるんで、うん、でしたが大変だけど、はい、そうです。なんでこうワクワクしながら、うんうんうん、特にやっぱいいもんができて、うんうん、デザインとか出来上がった印刷物とか見て、あ、これやっぱいいのできたなって思ったりすると、やっぱ内職も結構楽しかったりするんで、あ、これはね、全然大丈夫です。特に神博はやっぱその出展者側の、まあ、僕だけかわかんないですけど、僕はかなりワクワクするんで、毎回行く前とか。で、前日準備なんですよ、神博って。はい。で、まあ、前日こう、アーティストとか、自分の、わあ、すごい、あんな方がいるみたいな、ああ、あんな人もいるみたいな人たちこう準備してるのを 見ながら、自分もその場で準備したりしてると、すごいな、ドキドキするな、みたいな、ワクワクするな、みたいなとかあるんで、前日の準備とかめちゃくちゃ楽しいんですよ。ああ、そう、まあ、作家さんしか集まってないですもんね。特別な空間。はい、そうそう、そうなんですよ。特別な空間で、うん、すごい静かで、実際のイベント会場でめちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。いっぱい人がいるんで。はい。本当にスタッフさんとアーティストの方しかいないんで、結構静かな中、淡々とみんな準備してるのとかを見ると、わあ、すごいな、みたいな。そっかそっか。思いますね。あ、神博って前日なんですね。そうですね。前日準備してますね。やっぱ前日準備っていうのは結構こうしっかりこう心の準備みたいなのもできるんで、うんうんうん、それはすごいいい、やっぱいいなと思いますね。また2回目なんで、まあ少し容量も分かってるかなっていう。うん、そうですね、うん。なんか何かとイベントの時にトラブルが多い。いや、そうなんですよ。もう神博は大変でしたね、前回の。車の窓ガラスがドアの中に落っこっちゃって、窓ガラスがない車を車屋さんに持ってても、こんなこと、こんなの初めて見たって言われて。まあでも大変だったんですけどね。あれもまあいい思い出です、今と。今回は何もなく安全に行けることを願ってます。そうですね。そこが一番ドキドキしてますね。あ、でもこう、どんだけ辛くてもやっぱこう来てくれた人が、姿を見れば。ここら辺は全てチャラになるんで、その自分のブースの場所とかもこの後発表とかもされると思うんで、そうですね、うん、はい、ぜひ見てもらえると嬉しいですね。そうですね、インフォメーションでオフィシャルグッズとオビワンブースを要チェックですね。ぜひ買い物リストにしっかり書き込んで、あの、またお品書きとかって X とかに載せてくださるんでしょうか。一応作ろうかなとは思っております。体力が残っていたら作ります。でも多分作ると思います。大変ですもんね。そうですね、意外と、はい、でも作ろうかなとは思ってますかね。あとは神博前ではこう徐々に、うん、あのインスタライブの回数も増やして紹介していこうかなと思ってますんで。なるほど、はい、じゃあもうオビワンさんのインスタとあと X は要フォロー、はい、要チェックですね。あ、もうぜひよろしくお願いします。あのアーカイブに残しますんで、はい、ぜひぜひ。もうめちゃくちゃ有意義な、いつもインスタライブされてて、本当に最新の情報が知れるインスタなんで、ね、はい、ありがとうございます。ぜひぜひチェックしてください。概要欄にオビワンさんの X とインスタの URL 載せておきます。ありがとうございます。ぜひぜひ、無駄話の多いインスタライブですけど、はい。はい、というわけでね、今回は第1回目にしてですね、はい、ちょっとこれがシリーズ化できるかどうかは謎なんですけれども、あの、記念すべき第1回目にして、もう超大人気イラストレーターのね、神博メインビジュアル担当のオビワンさんに来ていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。たくさんいろんな情報をいただいてね、皆さんも絶対に買い逃さないように、ありがとうございます。要チェックでいきましょう。皆さんが神博に来てくれることをお待ちしておりますので、ぜひあのお声掛けいただけたら嬉しいです。あのオビワンさんのブースに行った時に、オビワンさんの作品何でもいいから持っていくとサインをしてくださるんですよね。もちろんもちろんもちろん、はい、はい、ぜひぜひ。もしあの、うん、めちゃくちゃ忙しくてパニックになったらちょっと行けないかもしれないけど。あ、そうですよね。午後とかに行くといいかなと、はい、そうですね、思いますね、はい、午後とかだったら若干余裕があるんで、そうぜひ書籍とか、ね、はい、そう、今まで買ったアイテムでも大丈夫ですし、書籍、あ、素晴らしいです。ありがとうございます。こっちが新しい方です。はい、頑張って作ったんで素晴らしい本です。あと当日買ったものでもいいですもんね。あ、もちろんです。はい、うん、大丈夫でございますので、ぜひお声掛けいただけると嬉しいです。ぜひオビワンさんを探してください。この動画出る時にはあの顔映ってないんでね、誰がオビワンさんだってなるんですけど、はい、はい、まあでもとてもこのビジュアルを描いたとは思えないような顔をしてるんで。そんなこと
ことない。はい、一番ギャップがある人がもしかしたら僕かもしれません。はい、あ、でも三択ですもんね。奥様とオビワンさんとオビワンさんのお友達さんですもんね。そうですね、はい、すぐにわかるんじゃないかな。そうなるほど。一番体大きいんで多分。あ、あ、体の大きい方を抑えてください。ありがとうございます。はい、じゃあ最後一緒にご挨拶していただけますか。はい、私があのよかったらチャンネル登録とっていういつものやつをやるので最後バイバイだけ一緒にお願いします。はい、終わりました。それでは皆さんよかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。